緑しじみは、蝶目揚げ葉蝶状ジしじみウ化に属する蝶の一種。成虫の全種蝶は2センチメートル前後。有生虫の羽は、表面全体が、金属的な光沢を持った、鮮やかな金緑色の臨粉ンンで覆われ、その周囲は黒い色で縁取られる。一方、メスの羽には、遺伝的多形があることが知られ、表面全体が、焦げ茶色で、ブチがない大型。 大色の小さな反転がある A 型、紫色の帯のある B 型、それらの両方がある AB 型である。死友とも、羽の裏面は薄い茶色で、細い白い帯がある。成虫は、年1回だけ6月から8月初旬に発生する。オスは木いただきでテリトリーを張り、域内に入ってきた他者を追い払う。普段は、植樹付近を飛び発生地から離れることは、 あまりないが、栗の花などに急密に来ることもある。メスは、オスと比べると不活発で、日中は、栗の花やクワの果実などで休収を行う。幼虫は、カバノキカノハンノキ、ヤマハンノキ、ミヤマハンノキなどを食草とする。卵は、ハンノキの幹や枝に産み付けられ、そのまま越冬する。翌春4月初旬マイナス5月中旬頃に孵化した、幼虫は、 新芽の中に入り込んで若葉を食べ、大きくなると葉を巻いて中に隠れる。葉が硬くなる前の5月中旬マイナス6月中旬の時期にはサナギになる。幼虫の飼育は比較的多いである。反応期は湿地に生える木で他のアゼなどによく植えられた。そのため、かつては水田地帯で緑しじみが多く見られた。ロシア極東地域、中国。 朝鮮半島、日本に分布する。日本では、主要4島に分布するが、山口県西部、紀伊半島にはいない。九州では、九十高原など内陸に限定される。湿地の半の木林に多くが生息している。渓流沿いや、林道脇の山半の木が生育する産地にも、生育している。1991年11月14日に、埼玉県の、 県の町に指定されている。日本の種は、以下の2野種に分類されている。しじみ町家のうち、緑しじみを含む一群をまとめて、緑しじみ類として取り扱うことが多い。緑しじみ類には微霊種が多く、観察、写真、収集などのマニアが多い。緑しじみ類は、かつては、緑しじみ属という単一の属に分類されていたため、通称、ゼフィルスとも呼ばれる。 現在はいくつかの族に分けられているため、ゼフィルスという族の名称は存在しない。緑しじみという名のつくしじみは日本には、現在13種存在し、大緑しじみ族は7種。裏ジロ緑しじみの標本いずれも高木になる樹木の新芽を食べる。成虫は、その種の樹木の樹幹付近を飛び回り、低いところに出ることが少ない。 したがって、その採集にはやたらと長い竿の補注網が必要になる。時には10メートルもの竿を持ち出すコレクターもある。また、より新鮮な標本を手に入れようと、卵や幼虫を採集して飼育する場合もある。成虫のそれぞれの童貞は難しく熟練が必要。日本では、以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。市街地付近の生息地は、 宅地造成などの開発による湿地の減少、林道開発などによる半ンノキ林の伐採に伴い、個体数は減少傾向にある。現地ボタルとともに、里山の環境保全のシンボルとされている。保全のためには、多くが生息する、半ンノキ林がある湿地の環境保護が重要である。ありがとうございます。